皆さんこんにちは。プロ野球選手で元北海道日本ハムファイターズに所属していた中田翔選手、現在は読売ジャイアンツに移籍しています。その理由は皆さんご存知の通り、2021年8月4日のエキシビションマッチの開始前に同僚に暴力を振るっていたことでも話題になりました。今回は中田翔選手のやんちゃな性格エピソードや繊細でいい人だった噂などについて深掘りしていこうと思います。また来季の去就についても気になるところです。中田翔さんの人柄がよくわかる過去に話題となったやんちゃすぎるエピソードを紹介していきます。一つ目は、入団会見で彼女がいる宣言をしました。中田翔選手は日本ハムファイターズの入団会見で破天荒な発言をしていたことでも知られています。2008年1月14日、日本ハムの新入団選手歓迎式典にて、当時は高校3年生だった中田翔選手はファンからの質問コーナーで、すすきのへ行ってみたい、彼女はいますなど堂々たる発言をし注目を浴びました。別にそこまでやんちゃと言えるエピソードではありませんが、思ったことをすぐに発言してしまうといったイケイケ感は感じられます。2つ目は、バットを叩きへし折ったことがあります。中田翔選手は試合中に怒りのあまりバットを叩きへし折ったことでも話題になりました。2021年4月7日、札幌ドームで行われたパリーグソフトバンク VS 日本ハム戦で空振り三振した中田翔選手はベンチに戻り、バットを叩きへし折ってしまったのです。悔しい思いがついに行動に出てしまった印象がありますが、大切な道具をストレスの発散に使うことはよくありません。3つ目は、髪型がいかついと言われています。中田翔選手のファッションといえば、金髪で反り込みを入れたいかつい髪型や派手な金属のネックレスをしていたことでも知られています。2017年4月26日、テレビ番組 S1 に VTR 出演した野球評論家野村克也さんは、中田翔選手の身なりについて、日本を代表する一流選手なら身なりをちゃんとしてほしいとぼやいたということで話題になりました。さらに攻撃を終えベンチに戻る中田翔選手がヘルメットを脱ぎ、金髪があらわになると脱ぐなよヘルメットと語気を強め、お客さんにだらしない格好を見せちゃいけないんだよ、そういう義務があるんだよ、プロ野球選手にはとファンの模範になる存在であるべきだと苦言を呈されたこともありました。中田翔選手の身なりについては、金属製の派手なネックレスをつけてプレーする姿が見苦しいなどと一部で批判されていました。中田翔選手のファッションセンスには賛否両論の意見がありますが、やはり少し目立ちたがり屋感はあるかもしれません。4つ目は、怒鳴り合いの大喧嘩をしたことがあります。中田翔選手は過去に当時日本ハムファイターズに所属していた先輩鵜久森敦史選手と怒鳴り合いの大喧嘩をしたことがあったようです。それは西武ドームにて日本ハムファイターズがサヨナラ負けしてしまった時のことでした。いつまでたってもダラダラしている鵜久森敦史選手に腹が立った中田翔選手は、ついに口喧嘩になってしまったようです。口喧嘩が始まるとすぐにコーチが引き止めに入ったといいます。最後は先輩鵜久森選手に失礼な態度をとってしまったことを謝罪した中田翔選手、今では関係が改善し本当に仲良くしてもらっていると語っているようです。5つ目は、高校時代に先輩に暴力を振るったことがあるといいます。中田翔選手は高校時代に先輩と喧嘩になり、先輩を頭から乾燥機に突っ込んだといった伝説エピソードがあります。出身校の大阪桐蔭高校は上下関係が厳しいことでも知られています。中には偉そうにする先輩もいたらしく、中田翔選手はそういう先輩のことが大嫌いだったようです。ある日先輩と喧嘩になり、頭にきた中田翔選手は先輩を大きな乾燥機の中に頭から突っ込んでやったそうです。中の気の強い性格で、当時は伝説エピソードとなったことでしょう。中田翔選手はやんちゃな性格でもあるようですが、実は繊細で優しい一面もあるようです。一つ目は、親孝行で家を購入したといいます。中田翔選手はレギュラーに定着してある程度稼げるようになってから実家にいる母親に家を購入してあげたようです。家を一軒建つのに必要な金額は1000から4000万円台くらいと言われていますが、
年俸で億単位稼いでいた中田翔選手にとっては支払うのもそこまで怖くなかったのかもしれません。家族なしでは僕はいませんからと発言するほどの家族思いだという噂もあるようです。2つ目は後輩にめちゃくちゃ優しいと言われています。偉そうな先輩は嫌いであっても後輩には優しいと評判の中田翔選手。中田翔選手は新人の後輩たちに対して積極的に食事に誘うなどとして親交を深めていくのだそうです。その食事イベントは別名中田会とも言われているそうで、イベント中は上下関係をできるだけなくして仲良しな雰囲気を作ることに努めているようです。またその際には後輩たちに他の先輩たちと飲みに行っても恥ずかしくないように優しく飲み会でのマナーを教えてあげているといったこともしています。そんな中田翔選手は現在海外 FA 権を保有しています。国内移籍を目指したコンオフの権利行使に関し現在も実行していることが2023年11月6日分かりました。昨オフに読売ジャイアンツと3年契約を結んだのですが、選手側が1年ごとに契約の見直しや破棄ができるオプトアウトの条項がついているといいます。10月19日にジャイアンツ球場で取材に対応した際には、野球人生を全うする場所なので真剣にいろいろと考えたいですし、もちろん残るという意味でもいろんなことを考えていますと話していました。巨人残留も選択肢の一つとして家族とも相談を重ねて決断するとしています。そんな中、元東京ヤクルトスワローズ選手の宮本慎也氏が自身の YouTube チャンネルで読売ジャイアンツ中田翔選手の FA 移籍について語りました。スタッフからストーブリーグの話をお伺いしたいと声をかけられると、宮本慎也氏はここが面白いですよね、移動した方が面白いのでね、僕は移動しなかったですけどと語ります。さらに自身も移籍の話があったことを明かすと、移動したかったというか出る理由はあまりなかったのが理由ですかね、セモパもありましたとコメントしました。宮本慎也氏は中田翔選手について次のように述べています。彼がどういうふうにして、まあ年齢とかいろんなものを含めて考えたら実際話はなんとなくあるんでしょうけど、タンパリングになるんでダメなんですけどと指摘しました。タンパリングはプロスポーツにおいて特定のチームが協定を破り不法に交渉を行うことを言います。日本ではプロ野球においてアメリカ英語のタンパリングという表現が用いられますが、イギリス英語ではタッピングアップと呼ばれ、サッカーではこの表現が用いられる場合が多いそうです。日本プロフェッショナル野球協約では第73条において全ての保留選手が所属球団以外の球団から交渉を受け、または契約を締結し、所属球団との公式交渉を拒否することを禁止しています。保留選手の所属球団は他球団によるタンパリングが行われている疑いのある場合、タンパリングを行った疑いのある球団と選手をコミッショナーに提訴することができます。違反が認定された場合、タンパリングを行った球団と選手は制裁金を課されるとともに、双方の契約締結は永久に禁止されます。続けてどこもないのに手を挙げるということは多分ないと思うんで、もう動きはあると思うんですよね。年齢と年俸、おそらく人的保障も入ってくるんで、ジャイアンツの内野の布陣が固まったみたいな感じになっているんで、試合に出るとなると出た方がいい。 FA って給料が上がりそうですけど、下がるかもしれませんけど、そういうので出ていくのかもしれないとコメントしました。中田翔選手は昨年オフ3年3億円の契約を結んでいますが、自ら契約を破棄できる権利を有しているため、 FA 宣言をすることもできる状況です。現在のところ宣言をしていませんが、所属する読売ジャイアンツが来季3塁に坂本勇人選手、1塁に岡本和真選手を起用する可能性が高いことから、 FA の可能性が取り沙汰されています。なお獲得球団は高額年俸の支払いと人的保障選手が必要となるでしょう。入団時からいかつい風貌で話題を集め、以前は金髪のモヒカンに金のネックレスと派手なファッションを楽しんでいた中田翔選手。しかし球界では番長2世との呼び声が高いと言われています。チームメートからは大将と呼ばれているそうです。実は
中田翔選手の父親が矯正界の極道であるという噂が以前ありました。この噂は果たして本当なのでしょうか。また噂の原因として少年院や暴走族など素行不良の噂も出ていることが判明しました。中田翔選手の父親が矯正界の極道という噂があります。矯正界とは広島県広島市南区に本拠を置く日本の指定暴力団のことです。しかし結論をお伝えすると、中田翔選手の父親は矯正界の極道ではありません。デマです。中田翔選手の両親は中田翔選手が小さい時に離婚し母親によって育てられました。父親について多く語られることはなかったということが、父親が極道という噂が出てしまった原因のようです。またその発端になったのは中田翔選手の素行不良が原因ではないかと言われています。中田翔の父親が矯正界の極道の噂、中田翔選手の父親が矯正界の極道というデマが流れた原因について調べてみました。考えられるのは3つの理由です。父親の勤務先が広島県暴力団ではないか、中田翔選手の見た目がやや怖いこと、 SNS 上で中田翔選手の父親は暴力団という意見があったこと、中田翔選手の見た目がやや怖いことや SNS の噂がどんどん広まり噂が一人歩きしてしまったと考えられます。また他にも矯正界に中田組という名前があったと噂され、名前が同じだったことから噂へ発展したかもしれません。しかし実際に調べてみると中田という人物はいませんでした。また中田翔選手の父親については広島県で中古車屋を経営しているという噂もありますが、真実かどうかは不明です。また中田翔選手は数々の素行不良エピソードから少年院や暴走族に入っていたのではないかとも噂されています。しかし結論からお伝えすると、この噂もデマです。ネット上にはこんな意見がありました。恐喝や傷害での補導歴は何度かあるようですが、少年院というのは噂です。そもそも少年院入っていた履歴がある人を名門大阪桐蔭が入学させるとは思わないので少年院歴はないと思いますとしています。中学時代にも選抜メンバーに抜擢されているので、もし噂が本当であれば野球界で活躍していなかったかと思われます。高校入学に関してもそういった噂があれば入学させないでしょう。そういった面からもデマである可能性が高いかと思われます。中田翔選手は少年院や暴走族に入っていたわけではありませんが、見た目もやや怖い印象があります。中学時代からヤンキーだったと言われており、広島県のある高校が入学拒否をしたとか、広島県で行く高校がなく大阪桐蔭を受けたという噂もありました。また恐喝や傷害での補導歴は何度かあるようです。というようにヤンキーだったことは事実の可能性が高いです。高校時代には気に入らない先輩は洗車機に入れていたことも話しています。高校時代からやんちゃだった中田翔選手はプロ野球に入団してからもそのやんちゃエピソードがたくさんあり、桁違いにエピソードが豊富です。いかがだったでしょうか。今回は読売ジャイアンツ中田翔選手のやんちゃなエピソードや繊細で優しい一面、そして今後の去就について見てきました。中田翔選手が2020年8月のエキシビションマッチで同僚に暴力を振るってしまった事件を見た時は残念だと思った方も多いと思います。しかし親孝行で後輩に優しいといった繊細な一面もあります。世の中完璧な人間などいませんが、今後再び中田翔選手が活躍できることを応援していきたいと思います。そして FA 権を行使するのかが注目されるところです。残留か移籍か、今後の中田翔選手の動向に注視していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をお願いします。